東京九州フェリー株式会社は、福岡県北九州市もじに本社を置く SHK グループの開運企業。横須賀から新文字間のフェリー運営を担う。2018年に SHK ライングループがモーダルシフトによる海上輸送需要の増加を背景として、関東県と九州県を結ぶ大型高速フェリー航路として、横須賀から新文字航路の計画を発表。 グループ各社の出資により2019年に設立。SHK ラインによる関東九州間の直通航路は1973年から1976年に営業された東九フェリー以来となる。東京イコール北九州間には既存の航空機、新幹線、高速バスの公共交通機関も多いが、差別化のため既存航路で見られる個室重視。 船内施設の充実に加え、出港地である九州各地や神奈川の名物料理を船内調理で提供する。これらにより、クルーズ客船の増加や夜行列車により移動時間を楽しむ客層の取り込みを意図したサービスが特徴となっている。ソレイユファンネルマークは、白地に T、K を組み合わせた赤いシンボルマークをあしらっている。船内には、キッズルーム、 24時間利用可能なシャワールーム、露天風呂、サウナ、カラオケが楽しめるアミューズボックス、談話室、ペットルーム、ドッグランなどを備えるタプラネタリウムや、映画の上映が行える施設も完備する。下記にはデッキでのバーベキューも可能。売店ではお茶やお菓子、お酒のほか、軽日用品、酔い止め、横須賀や新文字周辺のお土産や、乗船記念グッズを揃える。レストランでは、 海が見える窓を一面に設け、デッキ席も完備様々な料理が提供されている。ありがとうございます。